ずっと待ちわびていました。あなたの数千年の旅路がようやく終わるこの日のことを。やばい、もう泣いちゃった。私、絵を描くのが好きよ。そしてそれを私に教えてくれたあなたのことが大好き。なんだか体が、ちょっと待て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 、おいちょっと待て、違う、何か盛られた、やばい、ユシカが盛られた、これ絶対やられた。勝手に男作んなよお前、分かってんだろうな。俺にまずは紹介しろ、許さねえけど。ペペロゴーラに自分がマネサゴーラを倒したものである、伝えるしかねえだろう。うわー、ちょっと待って、こんなダメだよ。うわ、だって、うわ、やだな、こいつとの関係が崩れるのはやだな。でも、いや、おかえり。ここから、また始めよう。私たち3人の新しい未来を。はい、ってことで、どうもいわゆる、今回も、ドラゴンクエスト10。茨の巫女と滅びの神、続きからプレイしていきましょう。アフターストーリー。いやー、もう残すところ、あと2つだね。いや、こっからまあ、また増えるんだろうけど、とりあえず2つだね、あとね。あと2つだ。やっていくぜ。ドクタームーが話あるって言うんだよな。俺、ドクタームーが、ロックバンドの一員だと思ってたけどね。違ったね。来たぜ、ドクタームー。ちょっと久々。もうここに寝込む人いねえんだよな。この門大丈夫か腐ってねえか大丈夫か。ああ、てかあれだな。こういう、ね、大魔王城のお金ってどう動いてんだろうね。大丈夫かな、俺そこら辺大丈夫かな。あとね、ほら見て。月すみれのランプね。これ、ほら、もらったやつ今持ってんだよ。おお、ヒューガか。お前さん、大層な活躍ぶりだったな。もうやばいね。最初から滑舌悪いわ。いや、そうなんだよね。ちょっと休んでまた撮ってるからね。やばいな。もう4時間半撮った後なんだけどね。ちょっと休んでから来た。魔界もこれで一安心じゃ。まあそうだな。とりあえず、ここの病人とかも変じゃないかな。怪我人とかね。ところで、大魔王であるお前さんに一つ知っておいてほしいこと。なんだ知っておいてほしいことあるんなんだ。大事を成し遂げた大魔王は、それまで忠義を尽くした侍従に、合ってるか。褒美を渡すという古来からのしきたりがあるのじゃ。あるな。昔の日本でいう領地を分け与える的なね、そういうイメージのあれね。褒美の品は城の者がすでに用意している。形式上カーロのやつにお前さんから渡せばいいだけだ。そっか。まあ、あいつも喜ぶかな。そしたらな。どうじゃ、ヒューガ。侍従のカーロに褒美を渡してくれんか。これ侍従で合ってるか。ちょっと待ってね。ちょっと読み方一回見てみるわ。合ってたわ。よかった。ちゃんと読み方合ってた。侍従ね。うん。じゃあ私に行こうか。汚れた包帯10個はいらんけどね。お前のじゃん、絶対。ふむ。いい返事じゃ。やはり頼りになる。大魔王城はいい。カーロへのご褒美の品は大魔王城1階の倉庫にある。紫色の長靴にある。入ってる。1階の倉庫。玉座の前へ続く階段の裏側に扉がある。鍵を使って扉を開け、隠し通路に入れ。入ってすぐ右の扉が倉庫じゃ。倉庫へ続く隠し通路の鍵は、この階の執務室にいるバンクーンから借りるとよいじゃろう。わかった。褒美の品を見つけたら、ひとまずわしのところへ持ってきてくれ。代は頼んだぞ。いや、あそこかな。ずっと入れなかった場所。ここか？これだ。俺ね、ここずっと行きたかったんだよ。なぜかというとさ、あそこに鍵マークあんじゃん。あの奥に、これが入ってんだよね。どれだあれどれだあれをどっかの倉庫にしまったな、これ。破片みたいなやつ、いっぱい手に入ってたんだよ。ああいう、鍵使わないと入れない場所さ。俺、どっかになくしたな。大魔王様、ごきげんようだがね。倉庫に入りたい？それなら1階の隠し通路の鍵が必要だがね。大魔王城のあらゆる部屋の鍵は僕がちゃんと保管してるがね。大魔王様にお貸しするがね。お貸しとかじゃないけどもね。まあありがとう。俺の所有物だからね、なんだったらね。あんまそういうこと言っちゃダメか。倉庫は城の1階。階段の裏の扉から隠し通路を入って、すぐ右側だがね。大魔王様行ってらっしゃいだがね。ちょっと行った、西奥行っていい？ちょっと取り物、忘れ物をちょっと取りに行くわ。あれ俺、しまってたんだっけなぁ。忘れてんな。おいしょ。てか俺、忘れてた。めっちゃナチュラルにプクリポで始めようとしたけど、ストーリーは俺は、ストーリーは人間で行くって決めてたのにね。やっちまった。あ、で、これ入れる。うわ、ようやく入れた。ああ、長かった、ここまで。いや、俺ね、全然ここ開かねえなと思ってさ、なんか物語の終盤とかに来んのかなと思ってたけど、なんだここ。あ、待て待て待て。なんかここにも扉ある。固く閉ざされてる。本当に倉庫だね。物置感半端ねえわ。で、これか。紫色をした古めかしい、長物がある。どうやらこれがドクタームーンの言っていたもののようだ。そうだね。長物かな。ヒューガー中を調べてみた。長物の中には医学書や書類の束とともに古びた緑色の包帯。ん？緑色の包帯？ヒューガーは不死の包帯、不死の包帯？これが何の役に立つというんだ。あ、役に立たないんじゃないのあれ。包帯ってお前にしか需要ないと思うんだけど。他のやつに需要あるか。お前やってんな。おお、大魔王か。どうじゃ、カーロへの褒美は無事に。あれ、カーロへの褒美じゃなくて、お前への褒美なんじゃないの？自分で買った。お前、うちの予算使ったな。お前、コンプライアンス違反だぞ。ヒューガー賞のコンプライアンスに違反してんぞ、お前。渡しましょうか。ドクタームーンに不死の包帯を渡した。これは褒美ではないぞ。こいつはわしの、やっぱりだ。お前の私物かい。不死の包帯。なんで不死の包帯なんだ？ヒューガよ、紫色の長物に、他にそれらしきもの、品はなかったのか？何？医学書と書類だけだと。そんなはずないのじゃが。もしや荷物を運び込んだとき、どこかへ紛れてしまったんじゃろうか。はあ、どこにやったお前。すまんが、荷運びの手配をしたのは。確かそう、さっさかじゃったな。さっさか手配したのか、あいつ。あやつに話を聞いてみたらくれんか。あいつって言いながら俺、顔はわかんなかったけど。それと借りた鍵はわしから晩君へ返しておいてやろう。ありがとう。そこら辺の手間は、まあ、省けたけど、でも手間が1個増えたのには変わりないけどね。ドクタームーンに魔王一回預けた。あれでか、ここずっと出入りできるわけ、ね、じゃねえんだな、あれ。マジか。さっさかはこの医務室を出てすぐの、廊下でぴょこぴょこ跳ねておる。ぴょこぴょこ。やつから2運びの時の話を聞いてくれ。わかった。どこ？あー、そこね。あー、さっさかってそいつか。大木槌のやつか。びっくりした。で、こいつね。さっさか。ごきげんよう、大魔王様。あれ？何かご用ですか？ちょっとお前に用は、なんてか、そっか、さっさか、ほうき入ってるさっさかだな。なんかそんな反応した気がするな、俺昔。はいはいはい。おしれのに運びの手配でしたら、さっさかさーと、引き受けましたよ。どこにやったんだ、お前。その紫色の長物なら、力自慢の進化がと運び込みました。二色にいるトゥバトとポメロのはずです。ポメロ、大魔王様、詳しいことは、トゥバとかポメロに直接お聞きくださいませ。どこにいんだよ。西翼のどこじゃ。お前ら、ジャルな仕事してるとクビにしとっぞ。これにいなかった。あ、いたわ。お前、俺の部屋の、あれだ、番犬だ。番犬って言うとあれだけど。なんだ。ごきげんよう、大魔王様。この城まで、紫色の長物を、合ってるよね。長物じゃねえし。ずっと長物読んでて俺恥ずかしいじゃん。ちょっと待って待って。中持ちだったわ。しかも、なんかちょっと、日本の古風な箱だった。長物。長物を運んだのは私とトゥバトですよ。トゥバトって向こうのモンキーでな。ヒューガはポメロにトゥバトと大魔王まで紫色の長物を運ぶ道中のことを詳しく聞いてみた。ありゃ、やっぱり荷物が長いんだ。ありゃじゃねえよ、お前。なんだお前、その、怠慢な仕事。お前ふざけやがって。実は紫色の長物を運ぶ途中、ディアブラダの盗賊団、出くわしまいまして、なんだ、あまりにも数が多いので逃げるが勝ちと走り出したのですが、途中で転んで紫色の長物をひっくり返した。うわ。慌てて中身を詰め込みましたが、拾い損ねたものがあったんですね。申し訳ありません。行け。今からでも行け。もしかしたらなくした荷物は盗賊団が持ち去ったかもしれませんね。盗賊団にあった場所ってどこかって俺が聞く前にこいつらに行かせようぜ。忘れもしません。忘れもしねえねえんだったらお前らトイレで行けや。あれはファラサードのお前そこら辺ちゃんとしてる。ジャリムバハ、お前らの土地だろ。てか、お前、待て。お前さ、ファラザードの兵士だろ。地元民。あの辺りに出るディアブラダの盗賊なんです。奴らを懲らしめれば荷物を取り返せるんじゃないでしょうか。大魔様、可愛いお猿さんと私の不手際でご迷惑をおかけして申し訳ございません。じゃあお前ら行けよ。かくなる上は死んでおわび、そこまでは言わなくてもいいよ。いらない？さすが大魔様、優しいな。だからってお前な。掃除しとけ全部。そして100万ゴールドぐらい置いとけ、タンスの中に。終わったー。バイバイ。落としたー、やっとだ。不死の自重服。不死なんだね、しかもね。やべえぞ、この城の者たち。待っていたぞ、ヒューガー。おお、紫色の長物の中身を発見したのだな。わしに見せてくれ。見せた。長物じゃねえわ。また長物言っちゃったわ。なんだっけ、長物だ。なんで俺長物って呼んじゃうのね。なんで物と間違えるんだろう。おお、これこそ彼のホビー。じゃが、どうしてこんなに。不死の自重服はボロボロになっちゃった。なるほど、盗賊団どもが粗雑に扱ったせいで無残な姿になってしまったのか。あてさて困った。こんなありさまではとても褒美には。直してくれるよ、これ。いや、待てよ、あれを使えば。おっと、なんだ。不死の包帯ならば、なんとか修復できるかもしれん。ヒューガ、これを持っていけ。おっと、包帯、ありがとう。その不死の自重服と、わしが渡した不死の包帯を西奥にいる、庄内に持ってってね。そこ。祖母のディージには劣る者のあやつなかなかの腕前じゃなからな。不死の自重服も作ろうってくれるだろう。牛の自重服が治ったら、そのままガールのもとへ行ってくれ。そして、大事を成し遂げた大魔王からの自重への褒美として、奴に授けてやってほしい。ただし、くれぐれもわしから頼まれたことは内密にしておいてくれ。では、頼む、大魔王よ、よろしく。なんか、お前らさ、ずっとなんか犬猿の中っぽい感じあったもんな。バレんじゃねえか？包帯、あいつの匂いがするみたいな。あいつの匂いがするって言ったら、ちょっとなんか、違う方怪しくなっちゃうけどね。なんで匂い覚えたんだっつうの。ダメだ。そっちの想像してたの。あの大魔王様、ぶしつけですが、どうしてもあなた様にお渡ししなんだ。どうぞこちらをお受け取りください。大魔王の鎧、おっと。大魔王の仮面、ありゃ。グローブ、ブーツ、ありゃ。マジか。それは私の祖母、ディージアがデザインした大魔王様の衣装を私が見よう見まねで作ってみたものです。そっか。マジか。ディージャーは大魔王様のお優しい心を仮面で隠すようにと申しておりました。魔界を滑るお方なのだからと。ですがあなた様は魔性の根源を断ち、アストルティアとの和解まで成し遂げてしまわれました。私は思うのです。今の魔界においてあなた様のお顔や優しさを押し隠す必要があるのだろうかと。そうだな。なんか時代は変わっていくと思うよ、そしたらね。辛い時は隠さず、嬉しい時には笑った顔を見せてほしいと思ったのです。そっか。ですから今後はその衣装はあなた様のお好きなようにお使いください。ただしこれは私の考えであって、本来のデザイナーであるディージャはあの頑固者はよく思わないでしょう。大魔王様に差し上げた衣装とは別に、ディージャが作った元の衣装も変わらずこちらでお預かりしておきます。もし今までのように衣装一式の機会をご所望でしたら、また私に話しかけてくださいませ。わかった、ありがとう。やるか。カラーリングがあんま良くないと思うけどな。ディージャーさんが作ってくれたからな。でも、買いたくなっちゃうね。ていうか、そっちが本題じゃねえっつうの。今完全に俺流されるとこだった、ショーナ。ようこそおいでくださいました、大魔王様。あら、ずいぶんボロボロの服をお持ちでいらっしゃいますね。ちょっとこれを修繕してほしい。なるほど、そういうご事情でしたか。カロー様には私も随分お世話になっております。喜んでお手伝いいたしますわ。ありがとう。では、不死の自重服と不死の包帯をこちらへお預かりいたしましょう。なんで不死なんだろうね。渡そう。渡した。なんて凄まじい魔力。この不死の自重服、とんでもない衣装のようです。とんでもない。ですが、こちらの不死の包帯にも強い再生の魔力が込められています。この包帯で次を当てれば、できんのか。大魔王様、一つ提案なのですが、あなた様の手で不死の自重服を作ろうってみた。作ろうって無理だよ。あなた様の魔力とカーロー様へのこれまでの感謝を込めて作ろえば、きっとカーロー様もお喜びに。心配はいりません。縫い方は私が。ありがとう。俺だって裁縫ギルド入ってねえからさ。ありがとう。作ろったわ。どう？指いてて、なんだい？大丈夫？指刺さなかった？どうよ。これは、日向様が一針縫うごとに、不死の自重服から光が溢れて、服が姿を変えていく。なにどんな不朽の自重服へと生まれ変わった。なんじゃそりゃ。どういうやった、不朽になった。不死が不朽になった。なんて美しい衣装でしょう。私の祖母、ディージアの服に匹敵する。でもあの人は超えらんねえと思うな。大魔王様、見事なお手並みでございました。これならば、カーロー様もさぞやお喜びになるでしょう。さあ、その不朽の自重服を、王座の間にいらっしゃるカーロー様へどうぞお授けくださいませ。持ってこう。待って、大魔王領の玉座の間の前。あれだな、イルーシャの服も欲しいな。イルーシャの服って言うと、ちょっと違うけど、イルーシャの覚醒した時の服。あれもね、なんかお揃いで着たいな。イルシャとお揃いって言って、って言って。ね。いいな。マジとんのいいな。しかろー。ちょっと久々だね。来たぜ。大魔王様、お疲れ様でございます。さあ、玉座に腰を下ろして、のんびりおくつろぎくださいませ。いやー、そういうご用じゃねえんだわ、今回は。お前にプレゼントがあんだよ。いつもありがとな。むむ、このカーローめに渡すものがあるとおっしゃいますか。お洗濯物でしたら、西奥へ。お洗濯とかじゃねえんだよ。黙って受け取れよ、お前。ヒューガー大魔王のしきたりに従い、カーローに不朽の自重服を褒美として授けた。どうよ。おお、感激でございますぞ、大魔王様。私めにかように素晴らしきご褒美をお授けくださるとは。なんと美しき自重服。大魔王ヒューガ様の魔力が隅々まで込められて。ちょっとこれバレたぞ。むってもうバレても。いや、この魔力、ヒューガ様だけのものではない。この懐けしき気配はネロドス不死。あれドクタームートお前、ネロドスの大魔王様、どこでこれを手に入れられたのです？ヒューガは大魔王城の倉庫にある、紫色の長物でも言わないよ。長持ちに入っていたものを、長持つかな？忘れちゃった。不死の包帯で生まれ変わらせたと説明した。あの長物は確か偏屈医者の私物だったはず。あやつめこしゃくな真似を。不死の二重服は1000年前、私の最初の主である、不死の魔王ネロド様が作られたものです。アストレティア出世の朝、ネロドス様を見事勇者を討伐した暁には私めに不死の自重服を授けようと。そうなんだね。ですが、ネロドス様は勇者に残された不死の自重服は捨てたはずでしたが、まさか偏屈医者めが持っていたとは。代々の大魔王様にお仕えし、その度は主に先立たれてきた私にとっては。大魔王ヒューガ様が無事大魔王城にご帰還なされたことこそが何よりのご褒美でございました。ですがその上、不死の自重服がヒューガ様の手で生まれ変わり、私に授けられるとは夢のようです。いただいた不朽の自重服、大切にいたします。大魔王様のお心に応えられるよう、これまで以上にお使いいたしますぞ。ありがとう。それと一応偏屈医者にも礼をお伝えいただければと。いえ、気が向いたらで構いませんので。もう言っちゃうもん。お前からすっげえ俺言ってたって、愛してたって言っちゃうもんね。ポって言っちゃうじゃねえ。多分カーローね。ポってなっちゃう。大魔王ヒューガ様、どうか末永く私の主でいてくださいませ。あまりご無理はなさいませんように。俺も不死になるか。次の目標ができたな。お前らの主であるために俺は不死になる。お前らネロドスの軍勢だったんだね、もともと。王ヒューガはカーローに不朽の自重服を授けてくれたのだろう。なんで不朽になったことをお前知ってんだ。カーローが感謝していたと伝えた。どうしてバレたのだ。まあ、あやつは長い付き合いじゃ、隠し闘争が無理しちゃったか。あ、長い付き合いなんだな、お前らね。どうもあれ、お前さんはよくやってくれた。これはわしからの礼だ。さあ、遠慮せず受け取ってくれ。デモニウム鉱石、持ち物いっぱいだった。汚れた包帯いらないけど、持ち物がいっぱいだった。ありがとう。大魔王の贈り物をクリアした。なんかいろいろあるな、これ。大魔王ヒューガよ。お前様はわしとカーローがこれまで仕えてきた大魔王の中でも最高のある一じゃ。今まで仕えてきたんだな、お前。俺からも魔界の民を守り導いてくれ。若き大魔王に老いぼれ医者が望むことはそれだけじゃ。ありがとな。いや、なんかね、いいね。こいつら好きだわ、ほんと。お前ら大好き、ほんと。さあ、来たぜ、極天女帝。おー、ヒューガか。待っておったぞ。実はな、お主に頼みがあるんじゃ。なんだ。お主らに神話時代の記憶を語った、この投影装置なんじゃが、一度起動して以来、調子悪くなった、これ。割と動いてるぜ、こいつ。そこで久方ぶりに投影装置の修理をしようと思ってな。ぜひお主に手伝ってほしいのじゃ。いいよいいよ。ただ、何もらえるのお前から。引き受けてくれるか。助かるの。ありゃ、なんか他の人が来た。で、何早速、修理に取り掛かりたいところなんじゃが、何を隠そう。一つ足りない部品があってな。太古の昔、アストルティアで作られたとされる、金剛ネジという部品じゃ。残念ながら、船とかには残ってないのじゃが、ブランゼとオラ城の地下の、秘密会議室に、マジで装置を使った。あ、ギャーなんか変な声出た。いや、いたわ。そうだね、名前もう忘れちゃったな。名前忘れたけど、じいさんがいたんだよな。そう。ああ、そうだ、バージョン2の最初にあったんだっけ。お主、グランゼドーラ王国とは懇意にしておるようじゃし、義士に頼んで、金剛ネジを分けてもらってきておくれ。聞くところによると、その義士は今、九段の秘密会議室の面倒を見ているらしい。では、よろしく頼んだぞ。オッケー。あ、じゃあ、秘密会議室にいるのかな。あっちじゃなくてね。じゃあ、行ってみっか。バージ、そうや、そんな名前だったらお前。ヤッホー。チャオチャオ、ヒューガー。久しぶりじゃのう。元気にしとったか。ちゃんとご飯食べとるか。歯磨いてるぜ。あれだね。それだわ。もういいや。やばい、頭が回んなくなってきちまったぜ。なんじゃ、その共同とした顔は。まさか懐かしすぎてわしのこと忘れてしまう。いや、お前のことめっちゃ覚えてるぜ。ひいばあちゃんだったんだっけ。ルシェンダ様。やばいね。ルシェンダヒーバーさんの可愛いひ孫。うわぁ。この秘密会議室の装置を作った、天才技師のバジェおじいさんじゃよ。わざわざこの場所に来るということは、わしに何か用があったのではないか。どれ遠慮なく話してみ。ヒューガはバジェオに、秘密会議室に使われている金剛ネジを分けてもらえないか聞いてみた。金剛ネジじゃと、あれは古代アストルティアの技術の結晶、非常に貴重なものなのじゃが、他ならのヒューガのためじゃ、特別に分けてあげちゃう。わしってば優しいの。そんな簡単にくれてありがとう。めっちゃ簡単に済んだ。このネジは太古のアストルティアで開発されたという代物だが、本来の技術は信じられないほどの、科学力で使われておる。激しい魔法の出力にも余裕で耐え、ギガンテスが100匹乗っても大丈夫。すげえな。とんでもない耐久性を持つネジじゃ。すげえ。秘密会議室の装置が滞りなく作動するのをこのネジ一本一本がさせてくれるからじゃ。小さな部品だからといって、とってはいかんぞ。1個だけそれいくつもないとダメなんじゃないの。その合うネジをしっかり使ってんのか。あ、でも古代の技術。古代、すげえ。古代ってすげえな。戻ったか。今後ネジは無事手に入れられたから。手に入れられたぜ。持ってきた。よいしょ、渡そう。そう、これじゃ、これ。わざわざ取りに行かせてすまなかったの。これで作業が始められるというもの。こう見えて、わし機械にも強くてな。今乗っとる浮遊装置も、ウルベや地下遺跡から発掘したものを、わしが修理したんじゃ。久々の機械いじりで腕が鳴るのを、優雅も手伝っておくれ。いいぜいいぜ。で、極天女帝は愛用のスパナを手に、手際よく投影装置の修理を進めていった。ヒューガ、そこにある油を取ってくれ。ふむふむ、よいぞよいぞ。ヒューガ、スパナ、油、汗。ちょっと待て。なんか、手術、俺、助手になってる。ドクター X、デグデン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 になってない米倉涼子か。よし、これで修理は完了じゃ。あとは、再起動すれば。で、なんかまた違う人出てきたな。なんと、になってない。あ、じゃあまた違うか。なんということじゃ。ここに来て、投影装置の努力が切れてしまうとは。早急にエネルギー、なんでそんな、一回で物言いなさい。まずエネルギーがないってこともまずは調べとけよ、お前。投影装置のエネルギーを充填するには、どうするんじゃっけこのポケバ。言わない。その言葉は言わない。言っちゃダメだ。物忘れ広いんだから。あわわ、今回は本当に思い出せんぞ。このままじゃ投影装置が起動できず、計画にも支障が。計画？ここにいる六星人の誰かが覚えておらんじゃろうか。わしは一生懸命思い出してるから、聞いてきてくれ。誰か覚えてない？魔風元気は？投影装置のエネルギーを極天上帝様が忘れてしまった。やれやれまたか。残念だが私は知らないな。また？極天上帝様は神話時代から膨大な量の記憶を受け、記憶を処理しきれずに物忘れ、そうなんだね。だから精神不応なら何とかできるかもしれないな。彼の力、なんかツボ押す、お前。なんか物忘れに効くツボ。押しそうじゃね？投影装置のエネルギー充填方法を極天上帝様が忘れてしまっただって。なるほど。残念ながらエネルギー充填については何も知らないが、良い方法がある。少し待っていてくれないか。お？自己の感覚を極限まで集中。極天上帝様の感覚と共鳴させて。おーっと、お前。おぉ何やった？僕と極天上帝様の感覚を共鳴させ、彼女の真相に眠るに忘れ去られた記憶を読み取ることに成功したよ。超神学を極めればこんなことも可能になるのさ。果てしない修行が必要となるけど。俺はいいかな。あんまいらないかな。さて、投影装置の軌道には、銀の森の光の、花びらから抽出できる。光のエネルギー。なるほどな。あれか。初めてここに来るとき、女神像が花びらで導いてくれたはず。壊れたものが多いが、5つだけ完全な状態のものがあるんだ。その女神像から光の花びらが回収できる。5つの女神像をすべて調べて、花びらを集め、極天上帝様に渡してくれ。銀の森は迷いやすいから闇雲に、歩き回らず、銀の丘側から女神像を、そうだね。わかった。ありがとうな。今節丁寧に。面白かったけど。よいしょ。さあ。よし、全部見つかった。やったー。なんとか全部集まったよ。もういいや、このままいっちゃえばいいや。さて、極天女帝様よ。持ってきたぜ。お前が物忘れしたからな。おお、そうじゃった。光の花びらを使えばいいんじゃったな。すっかり忘れとったわ。仕方ねえか。なんか事情聞いたらなんか仕方ねえなになるな。極天上帝に光の花びら渡そうか。渡した。もう持ってきてくれたのか。これだけの花びらを集めるのはさぞ大変。ちょい大変だったけど、まあ大丈夫だったよ。では、作業再開じゃ。花びらから光のエネルギーを抽出してっと。なんとまあ、芳醇なエネルギーじゃ。これなら今後1000年。楽しそうな。よし、このエネルギーを投影装置に注入するぞ。1000年。でももうこれいらないんじゃないの？この投影装置。成功じゃ。一時にはどうなることかと思ったが、これにて修理完了じゃ。これ、もういらんくない？この投影装置、もうだって役割終わった。でもな、あれか。その出来事も全部ずっと、後世に語り継がないとか。そっか。さーて、あとは、装置を再起動するだけじゃが、こればかりは、わしの力ではかなわなくてな。装置を再起動するには、女神の、そっか、イルーシャ様の祈りが必要。そっか。大魔王城にいるイルーシャ様をここへ連れてきてくれるのか。手間をかけさせてすまぬが、よろしく。わかった。連れてくる。なんだったらちょっと、愛を叫んでくるわ。なんかボイス久々に聞きたいな。久々でもないんだけど。もうなんか恋しくなっちゃった。言うじゃ。恋しくなっちゃった。声を聞かせておくれ。声が聞きたい。ただ何を言おうとしたか分からなくなっちゃった。なんか本棚なんかあるかな。ポエム。なんかさ、イルーシャのポエムとかあったらめっちゃ可愛くないいいね、見たい。何書いたって俺は引かねえぜ。ほら見て、これ月すみれのスランプじゃねえや、間違えた。月すみれのランプだぜ。綺麗でしょ。これあげるよ。いらっしゃいヒューガ、来てくれて嬉しいわ。今日はどうしたの？ちょっと顔が見たくてね。フェネトカの聖堂の投影装置を再起動するためにバーヤが私を呼んでるって。そう。なんだけど、顔が見たくて。行くこと自体は問題ないけど、ちょっと心配なこと、なんだ。ルティアナ様が消滅して私はここで復活した。その時、よりしろとしての力、すべて失った。マジか。いやでもいいよ。いいよ、そんな。そんなんいいよ。いらねえよ、そんな力。勇者がここにいればいいんだよ。私はもう普通の人間と同じだから、多分投影装置も反応しないと思う。バーヤは知ってると思うんだけど、でも忘れちゃってんの。いや、てか普通に会いたいとかかもしんないよ。とにかくバーヤに会って直接聞いてみた方が良さそうね。フィネとかに向かいましょう。わかった。一緒に行こう。一緒に行こうぜ。元の世界戻ろう。バーヤ感ないんだけどね。この顔的には。バーヤー。戻ったか。それでイルーシャ様。来たぜ。もうイルーシャ様もやめようぜ。バーヤ。声聞きたいな。イルーシャ様、わざわざご足労いただき申し訳ありません。投影装置の再起動をお願いしたくてですな。いやー、それが、ところがどっこいよ。バーヤ、知ってると思うけど、私、よりしろとしての力を失っちゃったから、その装置は私に反応しないと思うの。そうだな。いえ、心配ご無用です。イルーシャ様、何にも気にせず、そこで祈りを捧げてくれ。ちょっと待てよ、これ、お前、なんか、違う目的あんな。なんだえバーヤがそこまで、ちょっと待て。お前さ、ちょっと待てよ。お前、俺も含めて全部騙したな、これ。何かしら目的あっただろ、お前。なんだなんか他の目的あっただろ。イルーシャは投影装置に祈りを捧げた。今じゃ、ポチッとな。やっぱり。ほら、なんか測った、こいつ。悪知恵が働いたぜ。しかし、投影装置は、なんだ。お前、しかし投影装置は動かない。バーヤ？スイッチ間違えた。こっちのスイッチしちゃった。今、今度こそ、ポチッとな。お前、ちょっと、ドジもほどほどにしろげ。何言ってんだ、俺。やべえ。もう、滑舌も悪いわ。もう、何も言葉が出てこねえわ。やべえな、もう。何かが吸収された音がしたぞ、今。投影装置が、動き出した音ね。動き出した。何あれ前見た映像と違う。なんだうわーはあやばい、ちょっと待って。やばい、心臓が止まる。やばい。うわー、そっかー、もうなんかもう、つらっ。つらい。うわ、そっか。この場所はフィネトか？幼い女の子と男の子が仲良く遊んでる。あれは、あの子たちは、二人とも。私と奈良寺や。そうだね。昔の二人だな。思い出したわ。これは神話時代の私と奈良寺やがフィネトカで暮らしてた頃の懐かしい記憶。二人は、どう生まれたのかが全くわかんないんだよな。なんだろうね、なんて言うんだろうな。普通の人間として育てられてよりしろになったのか、もともと切り離された魂とかがそのまま肉付けられてこうなったのかわかんないんでね。何をするのもどこに行くのも一緒だった。木登りをして遊んだり一日中かくれんぼしたり。だから本当に奈良寺はだから本当にさ、ジャゴヌバに操られてただけでさ、あいつはあいつで、いいやつだったんだろうな。銀の森で二人迷子になって、マヤを困らせたりしたこともあったっけ？懐かしいな。でもだよな。うわぁ、投影装置はイルーシャとナラジアが船とかで過ごした十数年間を色鮮やかに映し出していく。うわぁ、これ、お前いいサプライズじゃん。そっか。子供の頃は何も考えず、二人で幸せに過ごしていられた。とても穏やかな日々だった。もう、ナラジアはどこにもいない。あの日々は二度と帰ってこない。そうなんだよな。あんなことがあったからな。あ、なんだ、どうした。うわ、うわー。ナラジア、そっか。そうだよな。うわー、これちょっときついな。そっか。うわー。ナラジア、笑ってる。とても幸せそうだ。うわぁ。なんかこれ本当に直前なんじゃないかな。封印される直前。でもさ、これって戦ってた間なんだろうな。あいつらと。もし私たちが、女神も、ジャゴヌバも関係ない、普通の人間だったら、あのままずっとフィネとかで、一緒に笑い合えていたら、うわぁ。このもしもの話は、そうだな。うわ。ナラジアはジャゴヌバのよりしろとして、世界を魔性の海に沈め、滅ぼそうとした。だけど、それは本心じゃなかったと思うよ。それでもナラジアは、私のたった一人の大切な弟だった。ナラジア、私、あなたのこと大好きだった。ずっとずっと忘れない。うわぁ、これはなぁ。いや、こいつだってずっと心優しいやつだったんじゃないかな。でも、どうなんだろう。ジャゴヌバの意志が、やっぱそうさせたんだと思うんだよな。うわぁ。先日、投影装置の記憶からこの映像を発見しましてな。どうしてもあなた様にお見せしたいと思ったのじゃ。うわぁ、お前、いいな、優しいよ。ありがとうな。うん。あのね、バーヤ。うわぁ。また、ここに来てもいいかしら。ここに来れば、ナラジアンのこと、いつでも思い出すことができる。そうだね。いや、思い出してあげることが一番、ナラジアにとって嬉しいんじゃないかな。どうなんだろうな。もちろんですじゃ。いつでも見に来てくだされ。ありがとう、バーヤ。ヒューガも私をここに連れてきてくれて、本当にありがとう。また私の部屋にも遊びに来てね。いつでも行くよ。ありがとな。イルーシャは大魔王城へと帰っていった。そっか。何も説明せぬまま手伝ってもらってすまなかった。イルーシャ様を驚かせようとこっそり準備していたものでな。これは散々働いてもらったらええじゃん。受け取ってくれ。あ、船とか映写機か。これは、ありがとう。うわぁ。さて、今お主が見た通り、神話時代イルーシャ様とナラジア様はイフィネトカで暮らしておった。そなたはジャゴヌバのよりしろとしてのナラジア様しか知らんかったろうが、もともとはとても心優しい。いや、そうだと思うよ。だって、あの記憶を取り戻す前まではあいついいやつだったもん。イルーシャ様だけではなく、わしのこともよく気遣ってくださったものじゃ。本当にいい子でな。ジャゴヌバを、ナラジア様を撃った我らの選択は正しい。それはこの世界のためにどうしても必要じゃった。だがわしですら、我が子を亡くしたような気持ちがしたものじゃ。弟を失ったイルーシャ様の悲しみはいかばかり。うわぁ、そうだよな。世界を滅ぼす敵であったとしても、でも、敵である前にまずは弟だったんだもんな。失ったものは二度と帰らぬが、かつての優しい思い出が心の傷を癒してくれることを願うばかりじゃ。うわ、クエストリーズ、あー、これが最後かな。輝、うわー、うわー、イルーシャ、うん、ああ、いらっしゃい、ヒューガ。この間はどうもありがとう。ナラジアのことを思うと今でも胸が痛む。ジャゴノバとの戦いでは辛いことが多そうだよな。でも、俺は嬉しいこともいっぱいあったよ。いや、でもまあ、イルーシャの前であんま言えないな。ごめんな。でも不幸ばかりじゃない。フェネトカでナラジアと過ごした日々は私にとって確かに幸せなものだったの。そうか。私、絶対に忘れないわ。幸せな日々も、辛い記憶も、すべてナラジアと過ごした大切な思い出だから。そうだな。あ、うん。あ、あれ？自分の意識が光に溶けてしまっても、ずっとあなたのことを思っていたわ。もちろん出会ったみんなのことも。これからももっと、あ、これは、そうだな。うん。じゃあ行くか、モモモのところに。